松竹有楽館は、かつて、北海道札幌市中央区南二条西三丁目に存在した映画館である。1910年に芝居小屋として開設。その後映画館に転身し、北海道内における松竹系列のチェーンマスターとして親しまれた。シリーズ作品その他、その間、松竹の方画は、札幌ピカゲリーで上映されていた。 このリニューアルオープン直後に菅井ビル4階にあったグランドシネマと5階のシネマ後シネマロキシが閉館に追い込まれている。以後1997年、1998年、1999年と4年連続で有楽館が会場の一つに使用されている。併設していたマリオンクレープは同年11月よりタヌキ工事2丁目の台頭ステーション。 札幌狸ぬき工事に丁目店に移転している。すすきの歴史背景。すすきのゼロバンチ飲食店街。グーブログ。2013年11月17日閲覧。加藤時子。仙台、沖縄のほろよいコンサートも楽しみにね。時子なう、時子ワールド。2016年12月3日閲覧。ABC、小築系のに映画館改装応援オープン。北海道新聞。 過去の環境衛生視聴表彰について、生活衛生、札幌市、2016年11月22日閲覧。ABC、小畜、黄昏市西映画館たぬき工事、有楽館来月に閉館山田作品で締め、北海道新聞有館、和田由美、札幌の市西映画館相次ぎ閉館小屋と写真と、活動や魂。 北海道新聞遊館 ABC 台東ステーション札幌たぬき工事店10月31日閉店リアルエコノミー http hre-net.com k-eiz-a-i k-eiz-a-i-so-u-g-o-u 26785 2017年12月23日閲覧 お久しぶりです。本日台東ステーション、札幌たぬき工事2丁目店内にて移転リニューアルオープンいたしました。マリオンクレープ、札幌たぬき工事2丁目店。ツイッター、2017年12月23日閲覧。ありがとうございます。